情念司チャンネルニュースの虎がガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただければ嬉しいです。あと内容気に入ったらね、ぜひね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。今日私が何やってるか皆さんもうお分かりですよね。これは公開情報です。後ろこれ CG です。嘘です。今日はですね、見てこのお船でですね、背取り監視活動をさせていただいてるわけですよ。世界平和を守るためにね、一夜ね民間防衛ということで頑張ってますけど、今日ねちょっとこのセドリ監視にちなんでね、皆さんにねセドリに関するねニュースをお伝えしたいんですが、なんかねギリシャ沖のねギティオという町のあたりらしいんですけど、セドリが半端ねえという情報が入ってきました。もちろんどっからセドリか分かりますよね。ロシアです。ロシアンフレンズね、なんか経済制裁効いてねえとかさ、まだ言ってますよねあいつらね。頭どうかしてんじゃねえかなと思うんですけど、以前ね私ねアメリカのねイェール大学のソネンフェルド先生がね18人のプロフェッショナルと一緒にね分析をしたロシアのね経済制裁どれぐらい効いてるかという論文ねご紹介させていただきまして、皆さんにね実はもうあの制裁めちゃめちゃ効いてますよという話をさせていただいたんですが、もし効いてないとしたら背取りね、あんな一生懸命効率悪いことやる必要ないんですけど、めっちゃギリシャ沖でやってます。そのギティオのところでねウミガメの産卵地らしいんですけど、そこでね背取りやるわけですよ。タンカー横付けしてさ、こうパイプつないでやるわけでしょ。危ないでしょ。下手するとさ、もうオイル漏れたりとかして環境汚染とかなるので、みんなもいい加減しろって思ってるらしいんですが、ギリシャの領海の外らしいんですよね。通常は確か領海で20海里とかなんかありますけど、あそこはねなんかちょっとトルコとねギリシャといろいろあってね入り組んでまして、そこはなんかね6海里ぐらいしか確か領海がないようなところなんで、その領海の外では一応やるらしいんですが、領海の外なのでちょっと取り締まりが厳しいということで、もうちょっとやりたい放題という状態になってるそうです。つってもね背取りで持ってきる石油の量なんて知れてますし、そもそもロシアから買うときはかなりのディスカウントになるので、そんなに儲からないんですよね。量がそもそも減ってるのと、それから値段が安いっていうぐらい、これソネフェルド教授も言ってましたけどね、エネルギー産業ですらギリギリプラスぐらいで、あともう産業掃除で全部ダメになってるというふうに言ってましたが、まあその悪あがきというかね、まあ、まだやっているということです。よくねロシアンフレンズ湧いてきてね、エネルギー高でねもう西側が値を上げるんだみたいな風に言ってますけど、今回のねウクライナの大攻勢ね、午前中も動画上げさせていただきましたけど、渡辺さんのね完全ガイド、まだ見てない人ぜひ見てくださいね。今回のウクライナの大攻勢完全ガイド今日ね私上げましたけど、あの中でね渡辺さんもおっしゃってた通り、結局ねプーチンは何もそのロシアにメリットのあることやれてないということで、ついにその軍事的な均衡も破られてですね、身内からも批判が飛び出していると。プーチンの出身のねサンクトペテルブルグの市議会でしたっけ、そこの会派からね辞任要求が出たりとか、モスクワの地区議会からも辞任要求が出たということで、さらにねロシアの右翼ね右翼っつっていいのかどうか極軍事ブロガーたちもですね、今回の件ではもうこれは負けだと、何やってんだと、プーチンの戦争指導問題ありみたいな感じで結構みんなぶち切れられていらっしゃるということです。もしねこれで経済が本当に何のダメージも受けてないんだったら、こんな不満吹き上がるわけないでしょ。実際にはもう経済傷んでるわけですよ。だってもうほら車もどんどん仕様がしょぼくなるしさ、そもそも作れないものもあるし、大体ロシアなんて国はね今までね外資で持ってた国ですよ。ソ連崩壊以降ね外資を呼び込んで、その外資の力でここまで来たわけでね、さらに言うとさ兵器産業ですらね外資の力なくしてはできないわけでしょ。海外から入れてくるさ部品とかさ素材とか工作機械も海外製なわけだからさ、そうするともう何も作れねえと、戦車作れないしミサイル作れないしと、精密誘導兵器が作れなくてね非常に困ってるというようなことも聞きますけれども、そういう意味でですねロシアね背取りのようなことをやってですね一生懸命悪があがきはしているんですが、経済制裁はソネフェルド教授がね分析した通りですね、かなりロシア効いてるということです。為替レートとかねそういう操作できるものだけを見てね、あとは原油価格ってその価格でロシア売れないんだからね、3割引きとか7割引きとかそういう世界でしか今売れないわけですから、それを見てねだからロシアが傷んでないとかね、ロシアをいじめるとね西側の方がむしろひどい目に遭うぞとか言って、なんかロシアンフレンズみたいなやつが言ってんですけど、何言ってんだろうなこいつはとそやつ湧いてくるんですけど、もう言ってればあと別にね、だって本当に聞いてるわけでしょ。だからそんな背取りなんて悪あがきしてるわけじゃないですか。大体ね今ロシアにタンカーいけないんですよ、理由は簡単で保険がかけられないので、だからそういう超格安の原油を仕入れて一発屋みたいなやつがね船出してですね、北朝鮮の背取りとかと同じですよ。あれは覚醒剤とか梅雨やってましたけれども、物が覚醒剤でも原油でも同じです。スーパーディスカウントで買って高く売ろうというタイヤ取り職人の皆さんがですね危険を冒して今ギリシャ沖でねそういうことやってるんですが、ギリシャの当局並びにね地元の方は迷惑ですし、ウミガメがもうとにかく困ってるから、私ほら環境活動家なんで原発推進派って環境活動家ってことですからね、なんでちょっとそういうのはやめてもらいたいなと、もうどうせ負けるんだしさプーチンもさどうなのというふうに思います。選挙どうなってるかっていうのは
のは、今日は午前中に上げた渡辺さんとのねコラボ動画をぜひご覧いただきたいんですが、基本的にはですね、今回のこの攻撃でロシア国内にもね大きな変化が訪れているということです。ちなみになんですけど、今回ね反旗を翻したサンクトペテルブルクねと、それからモスクワのね地区議会市議会の連中なんですが、保坂三四郎先生曰くですね、もともとプーチン応援団だった連中です。連中なんですけど、担いでたやつがうまくいかなくなると、そいつをスケープゴートにして生き残るというですね、ソ連からロシアに変わった時のパターンですよ。これ社会主義国に多いんですけどね、ちょっとどことは言わないですけど、ベトナム、まあベトナムですけど、モンゴルとかもそうですね。もともと共産党とか、それから国営企業のねちょっと偉かった人がそのまま国有財産をむしり取る形でですね、オルガリヒみたいなやつを形成するっていうのはよくある話なんですけど、今回のこのね反旗を翻した連中というのも、保坂三四郎先生に言わせればね、そういうもともとプーチン応援団だったやつが生き残りをかけてねプーチンをスケープゴートに差し出そうとしてるだけで、こいつらにとって変わったって何も変わんねえぞみたいな話はしてました。実際ねナワリヌイさんでもロシアの領土に対する見方はねあまりプーチンと変わらないと、ウクライナに関してなんかもそんなにプーチンと変わらないっていうふうに言われていたんで、反旗翻したかってどうのってはあるんですけど、ただですよ、次のその権力闘争始まった時に、じゃあ誰がねこのロシアを治めるんだってなった時に、これは大きな争いというかね混乱が広がるかなと。この混乱が広がった時にロシアはね負けるんですよ。ロマノフ朝もねそういうことでしょ、日本と戦争してその後革命運動が盛り上がっちゃってね、日本に勝てないもんだから小さい戦争に負けて皇帝がメンツ潰れて、こいつは偽皇帝だーっつって反乱が起こって、最終的には革命で滅びるというパターンですよね。今のロシアはね帝政ロシアでもなければ社会主義のロシアでもないんですけど、その呪縛からは逃れなんないかな。大陸型のですね権威主義国家っていうのは大体そういう形でね、小さな戦争に負けて足元を救われるっていうパターンです。今その小さな戦争に負けそうだっていうのがね、ギリシャ沖のそのしょぼい背取りね、ちょっと今日はロシア戦まだ見てないですけど、ギリシャ沖のそのしょぼい背取りなんか見ててもね、こんな商売ダメに決まってんじゃんって話なんですよ。パイプライン繋いだりとかタンカーで運んだ方がいいんじゃないって思うんですけど、それができないわけですよね。今だって自分でできないようにしちゃったわけですからね、ウクライナの形で攻撃してね、ということですから、自分で自分の首絞めた結果経済ひでえ目にあってると。ロシアンフレンズはですね、為替レートがなんとかとか言ってね強がり言ってますけど、あんなもんさ為替の取引制限やってるわけですから、キープできて当たり前ですよね。それを基準にですね経済がいいか悪いかなんて言われてもね、モスクワの路地裏でね1日1ルーブルしか交換してませんみたいな話ですから、あんなもんは何の指標にもなりませんよ。作られたレートですよね。平場で出したら今多分闇レートは暴落してると思うんで、実力は全然ルーブルもないですしね。ソネフェルト教授分析した図をね前見せましたけど、エネルギー産業ですらねもう本当に現状維持程度で、他も総じて全滅というのがロシアの今状況ですし、チャイナも大して助けてないですしね。今度はあの上海協力機構会議がね行われてね、プーチンと習近平が話すらしいんですけど、果たしてそこで習近平がねロシア応援しますと言って向こう側に行っちゃうのかどうするのかね。今ロシア負けそうなんでね、ここはちょっと見ものかなと。ロシア側についてチャイナが参戦したらもうほんとチャイナも終わるかなと私は思っているんですけどね。なんかやっぱ歴史は繰り返すっていう感じかな。ロシア本当にね1930年代のね日本の歴史を繰り返してるようなね、満州事変はクリミア併合みたいなもんで、うまくやったと思ったらね今度はね北支事変、上海事件と起こって、最終的にはシナ事変でね日中全面戦争へということですが、いやあれは事変であって戦争ではないと、まさにね特別軍事作戦ですなんて言ってんのとすごい似てるなと。なんかみんな日本の歴史リピートしてますね。チャイナはチャイナでね1990年代のバブル崩壊かってそのままやってるんで、みんな日本の後をなんかついてきてんのかな。これだからもう完膚なぎまでに負けてね、モスクワ裁判で全部裁いてね、プーチンも本当人道に対する罪とかやりまくってますからね。今回ウクライナ軍がね大攻勢かけてハルキウの周りのね集落解放してますけれども、まあこの住民のね対するねひどい人権弾圧の証拠がね、虐殺と言ってもいいぐらいですけど証拠がねたくさん出ているという状況ですので、こういうのをね見てみるとね、もう本当なんでそういう道に行っちゃうかなと。ロシアはやっぱね第二次大戦でね勝ったのがねちょっと悪い見返りになってたのかなと、そんな風に思います。いずれにしてもねしょぼい背取りはやってますが、焼け石に水ということで、ロシアンフレンズの皆さん、ハルキウでねウクライナ軍攻めてきたけど30カ所で撃退してとかなんか抜かしてた人もいたみたいですが、どうなんすかね。事実はね全然異なるのかなと。だから背取りで経済再建なんてできるわけないので、早々にですねそういう侵略的なね戦争する権利、交戦権なんてものはね放棄して国際秩序の方に戻ってきてほしいなと、ロシアの国民の皆さんもね目覚める時かなという気がしました。ということで引き続き背取り監視を続けたいと思います。今日の内容面白いなと思った人はねぜひね高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想などを書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね Thanks ボタンでご支援ください。ガオー。